唐草なずなは、ヨーロッパ原産の油中唐草なずな属の越年層である。豆群イナズナ属に分類する意見もある。現在では、世界の温帯地方に広く帰化している。唐草イン陰沈なずななどの別名もある。全体に小型の草で、あまり背は高くならず5から10センチメートル程度である。茎は根元から四方に多数分岐し地面を這う。葉は、 長さ1センチメートル程度の単葉で深い切れ込みがあり、時にうじになる。全体的に唐草模様のような細かい葉をつける。花は相乗果樹で根生するものと溶液につくものがある。個々の花はごく小さく目立たない。大きさ1ミリメートル程度。花弁は0 5ミリメートル程度でしばしば消失していることもある。果実は丸みを帯び、二つに裂ける。ななは 地毛受粉で結実できるが、アリによる受粉も報告されている。一株の植物から約1600粒、大きいものでは18000粒以上の種子を生産し、泥に混ざって、動物のひずめや人や、アリや鳥などの足や体に付着して分散される。本種の大きな特徴としては、青臭いような独特の強い悪臭があり、葉の形とこの匂いだけで確実に同定できる。 元来日本には野生していなかったが、1899年には、すでに、牧野富太郎によって、小笠原諸島に産すると記録され、1912年には、松村勤さんにより、東京も産地として追加されている。ブラジル南東地方では、しばしばこの植物を、痛みや炎症が共通するいくつかの症状に対する治療用として、煎じ薬等に利用している。 インドのカリナタカ周辺では、アレルギーや、相傷の治療に使われてきた。ハワイでは、気管支援や風邪引きの時の温まる薬として使う。また、葉を食用として利用することもある。ブラジル、イタリア、ハワイ、アメリカ、オーストラリアやニュージーランド等多くの国で、唐草なズナは玉ねぎ、エンドウ豆、ジャガイモ、人参等栽培地における主要な雑草とみなされている。 前述の強い異臭のため、牧草地や飼料作物の栽培地に、唐草の綱が侵入すると問題をもたらすことがある。唐草の綱自体は小さな草で牧草の生育を妨げることはないが、飼料として採集した牧草に唐草の綱が混じると、それを食べた牛の牛乳に唐草の綱の悪臭が移るためである。ヨーロッパにおいてはこの問題は古くから知られ、 多くの研究がなされてきた。この悪臭、及び牛乳に悪臭をもたらす原因はこの植物が、含むベンジルイソチオシアネートなどのベンジル元を中心とした化合物である。日本では、九州地域で、イタリアンライグラス等の冬作資料作物栽培地における唐草なズナ混入の被害が大きい。唐草なズナの生育を抑えるために、農薬は有効だが、 背の高い飼料作物の畑では、背の低い唐草ズ綱に成分が届きにくく、作物も農薬の影響でやや減収する。そこで、作物を標準の2倍の密度で発種することにより、唐草ズ綱の成長を抑え、収穫物への混入を大幅に減少できる。ありがとうございます。